硬い外旋位の方で膝を深く曲げると膝裏が痛い方におすすめの硬い内旋エクササイズです。今回は右膝に痛みを感じる場合を想定して右側で行っていきます。左膝に痛みを感じる場合は左膝で同様に行ってください。両膝に痛みがある場合は左右分けて片方ずつ丁寧に行っていきましょう。それでは始めていきます。右膝を90度に曲げ、拳1つ分床からつま先を上げます。この時に両手で太ももを包むように、親指は太ももの前側を、それ以外の指は太ももの裏側を押さえます。そこからかかとは床についたままつま先を内側に向けるように肩を内旋させます。両手で太ももが動かないように固定して、膝から下のすねの前面を内側に向けるのを意識しましょう。2秒かけて肩を内旋し、2秒かけてつま先がまっすぐになる位置まで戻します。この動作を10回1セットとし、3セット行います。それでは1セット目行っていきます。太ももが一緒に動かないようにしっかり両手で固定しましょう。膝から下をひねるように膝の前面を内側に向けます。肩を内旋する際は痛みのない範囲で行ってください。呼吸は止めないようにゆっくり呼吸をしながら行います。はい、お疲れ様です。1セット終了です。10秒休憩します。それでは2セット目行っていきましょう。膝の裏あたりに力が入るのを確認しながら行います。内旋の際、足の裏が内側に向かないように注意してください。2秒かけて内旋、2秒かけて戻します。集中して行いましょう。休憩の時はしっかり力を抜いてメリハリをつけます。はい、2セット目終了です。また10秒休憩しましょう。それではラスト3セット目です。足の指や足首に力を入れないようにしてください。足の裏は床面を向け、床面に対して平行に動かします。最後までゆっくり一つ一つの動きを丁寧に行っていきます。はい、お疲れ様でした。これで終了です。この動作を10回1セットとし、3セット行います。このエクササイズは1日何回やっていただいても問題ありません。ただし痛みのない範囲で行ってください。この動画の詳しい注意点などについては上の説明編動画をご覧ください。